ですね、武井さん東洋医学のツボに対してどうお考えですか。ツボを刺激したり東洋医学の知識を活用して体調管理を行ったりしたことはありますか。僕は風邪をいただくときによく漢方薬を使用しています。まあ、漢方薬はね、植物でありその栄養素を含んだ草だったりとか植物なので、まあ、効用があるのは当たり前だと思うんですけど、まあ、ツボとか針みたいなものは僕はやらないです。はい。僕は体のケアは全部自分でやるようにしてるので、まあ、疲労も何も外から見て体触ったぐらいで本当にその人の疲労が分かるなんて人ほとんどいないと思ってるんで、うん、まあ、ちょっと筋肉に張りがあったらこっち張ってますねみたいな、バランス良くないですねとか言う人いるけど、それぐらいでそういう断定しちゃう人俺は信用しないんで、はい、そんな簡単なもんじゃない、体の疲労って複合的にいろんなもので起きていくものだから、なんか筋肉ちょっと揉んだぐらいで全部分かったみたいなことを言う人をあまり俺は信頼しないので、自分の中でどんな活動をしたからこれが起きたんだろうなっていうのが一番角度が高い、まあ体の筋肉とか関節とかに関してあの動きをあのタイミングでこうしたからきっとここに障害が起きてる、だから今痛みがあってここの筋肉が張ってる、張ってる理由はそこを もう今は動かさないでほしいという、だからギュッと筋肉が締まってそこを緩やかに動いてそれ以上傷つけないようにしてるんだろうとか、なんか炎症が起きてその炎症物質に反応して硬くなってるのかもしれないとか、いろいろそういう予測を自分でするわけで、それをなんかね、外の人にはやっぱりさ 100% 俺の生活わかんないわけだから、基本は俺は全部自分で体のケアはしています。はい。それでこれだけね、長い寿命を、まあ運動寿命を保ててるから、そうだね、そういう治療をいっぱいした人より俺の方が長く健康な、よく動く体をキープしてるんで、まあ俺は間違ってなかったと今思ってますけどね。うん。